ええ、わかりました。至急現場に警察官を向かわせます。なんで誰も応答しないんだ。吉田、松本、松田、応答せよ。おい、何やってんだお前ら。おい、緊急事態だぞ。本気か。おい、社長怒ってた。ばっかり。市民のために、俺たちのために、事件解決。あと少しだ、急げ。事件解決。何やってるんだお前ら。なんでなんでしょうか。悔しいです。記憶がございません。お前らはどこまでバカなんだよ。こんな三馬鹿ぶりだな。聞いてるぞお前ら。お前ら三人はな、警察の恥だ。たけ、またあの何でもかの3人が所長に怒られてるみたいだな。ええ、ま、あの3人はいつものことですから、気にしないで行きましょう。ああ、そうだな。俺たち刑事課のエリートはあの三馬鹿トリオと違って忙しいからな。はい。あ、そうだ、今追ってる連続放火事件なんですけど、自分なりに犯人の目処が立ったんですよ。おう、そうか。そしたら明日所長に説明するから、後ろのホワイトボードにまとめておいてくれ。了解っす。あー、やらかしたな。所長めちゃくちゃ怒ってたもんな。おー、しもしろんじゅうめってどういうことだよ。まあ、あの鬼所長にしてはよくこれだけで許してくれたってとこじゃねえか。そうっすね、あの人結構堅物っすもんね。てか、
そもそも俺らの何でもかって何なんですか。今さらなんだよ、ね、警察官が誰もやりたがらない仕事全部受け持つのが何でもかだろうかよ。そんな虫が他の警察署聞いたことないっすよ。ああもう一昔も外れだよこれも。まあつべこべ言ってもしょうがねえだろ。もう始末書を書くしかねえや。これ朝までかかりそうだな。マジっすか。所長の店で取られると丁寧にやらないとだな。これも朝までになるぞ。よし、これで始末書はもういいだろう。ああ、エリー、うわー、もう朝じゃないっすか。いやー、エリーなあ、まあ、もう今日は家帰る時間なさそうだな。くっそ。じゃあ、みんなで遊び所も見に行きます。ああ、そうするか。行きますか。これで捜査状況がまとめられた。会議まで寝るとするか。まさか朝まで残業とはな。ですね。おい吉田、何してんだ。この時間って署内人少ないんで、いたずらしません。捜査会議だからな。しかし、あの放火事件の犯人に目処が立つとはな。素晴らしいよ。ええ、うちの部下は優秀ですから。よし、それじゃあ始めるぞ。所長、何やってるんですか。何やってるも何もじゃないだろ。見てみろよ、俺。よーし。バカにしてる。バカにしてる。バカにしてる。所長に大恥かかしてやったぜ。あいつめちゃくちゃキレてんじゃん。逃げてくるからビビりまして、絶対引かれたかと思いまして。いや、聞かれてるかもしれない。うわ
いや、マジで汗かいたな。いや、よかった。マジで。吉田、松本、松田、クビ。所長、お話しを聞いていただけないでしょうか。所長、お時間少し。所長、所長、これ、まずいぞ。昨日までうちで働いてた子たちね。あ、昨日までもそうですし、今後とも。無理。もう退職の手続きしてるから邪魔。邪魔って言ってんだろ。あの僕ら少しでも署の力になれることやりたいです。何もできないじゃん。いや、あの何できるの。何もできねえだろ。邪魔だよ。あ、失礼いたします。はい、はい、失礼いたします。何できんの。何できんの。というところですかね。報告は以上になります。そうか。それじゃあこれからも市民の安全のために全力を尽くすようによろしく。はい。で、何ができるの。何もできないんだろ。何も思いつかないんだろ。なあ。あ、いや、もうこいつがいます。え、こいつがいます。こういう時お前らに早くしろ。おい、えーっと
歴代の署長さんの写真が並んでると思うんですが、僕ならもっとかっこよく署長を撮れます。カメラが趣味なんです。そんなんどうでもいいんだよ。じゃあお願いしようかな。俺もこの写真漏れてないと思ってたんだよね、うん、よろしく、楽しみにしてるよ。はい、喜んで。素晴らしい。どうだ、ちょっと男前すぎますよ。俺は取り替えがあります。頼むよお前、男前撮ってくれよ。はい、わかりました。もっとだ。いやー、昨日は耐えたなー。ほんとっすね、終わったよと思いましたよ。まあ、所長もああ見えてよ、ナルシスタントがあるんだから。まあ、吉田のナイスアイディアだよ。そうっすね、あいつのために役に立つやな。ほんとっすよ。お、お前ら所長、ほんとっす、昨日はすいませんでした。あ、もうそのことはいいからよ。で、俺が言ってた昨日の写真、できたんか。おお、お前、ちゃんと男前に撮れてるんだろうか。いやいや、所長元がいいっすから。確かに。何だよ、お前。吉田にお前、礼言ってる。あ、ありがとうございます。まだ。あ、はい。戻りました。おー、吉田、お前のおかげで所長ご機嫌だったぞ。お前さ、よかったっす。所長には、付け飲みの写真渡しといたから。あ、どうした。あの写真は二人に見せるようなんです。本物はこれです。ピッとピッと